くん。俺は7はどう？せ、席はなかった。いやでもなんだろうこれ。現地の人たちの聖地だった。襲われて入院するはめになった。金が、うわ地味に減ってくな。うん、うわ体力も、うわもう、え、モラルもですか。伐採しちゃったからか。なるほどね。いやえい、これあと何ターン、わかんない。これゴールとかあんの。あした、あゴールしたら終わりか。なるほどね。じゃあトップでゴールしたらちょっといいことあるんじゃない、もしかしたら、ね、あそうかも。ああ1億円。ああでも、あー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 うん、いや いいけどまあ待ちますという形ですね。2うわっ、おーし進めないし地元の人が宝の地図を買った。現在地がこの山だか。右手にはよし鳥居らしきものがある。左手にはこっちも OK、 伐採されつつあるが森がある。するとこの正面に何かあった。この洞窟の中にきっと宝がない。誰がだよ、なんで減るんだよ。あーなんか使ったんでしょうね、いろいろ開拓式みたいな。よし、いやさっさとゴールしたいな。ゴールもしたいけどプラスも踏みたいんだよな。どうせ1位でゴール、シンティックやばくねえかも。117、他もやばいな。KKD すげえ上がってんな。買うが失敗したな。あ1か、あいいな。俺8かと思った。1か。行動っていうのかなこれ、うん、探検して何か出てきた。小判だ。戦国城の埋蔵金から、まあいいやもらっとこう。わあこれいいんじゃない。お増えた増えた。いいね、だいぶ増えるな。おセンスも増えた。やったプラスでけえな。やっぱプラス踏むのでかいな。1か51か5だからさ、ゴールしても初戦トップでも初戦1億だったんだから、やっぱ黄色踏んでった方が絶対いいんじゃないと思う。やめてー、世紀末が来てもいいんじゃないかな。いや何かいるぞ、写真に撮っておこう。流木だっただけ、うん、もうよいいよステータス。この際金減らなきゃ。よし、なんか声言いますわ。4はなんか嫌な予感もするけど大丈夫。お仕返しじゃない。おおやった、イエーイ。カキってあなたの声1分セーブだ。お前仕返しの時間やっていたで、ライよし、迷うな。仕返しなんてしたくないよ。俺ほんと仕返しとか嫌いなんだよな。え、わしもいるの。あれあれあれ、なんか自然に選んでた。金が多いとこから金を奪ってた。痛い。てかほら地味に寄ってきたぞ。よし、ここでゴールしてもそんな金もらえないから、どうせだプラスか。仕返し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 じゃー。あーゴールした。ないくらもらえるんだ。半分ぐらい。6ターン3。あーかかった時間数だ、うん、順位じゃないんだね。ヒゲも1ターンでいってればものすごいもらえたよ。まあまあまあ1ターンでね。どうせ3番目なんだったら黄色踏みたいよな。踏めなかったゴールです。よし終わり終わり。はいはい、7ターンで合算で7、あーすごい。そうなん。すごいな、結構もらえたな。いやどうなんかな、やっぱヒゲの物件だよねポイントは、うん、どうなってんだろう。ついに人生も大詰め、泣いても笑っても残すところ最後の生産と悪魔のような戦い、最後のバトルまだあるんだね。何それ。まだまだ一発、どんだけ一発逆転のチャンス。逆転のチャンスもあるんだから当然逆転負けもあるんだな。でも今んとこ本当に誰がトップかよくわかんないんだよね。結構バレちゃったからな。そうそうそう、金もマサトがダウンドトップってわけでもないし、金一番低いけどね、ヒゲも物件いっぱい持ってるしな、うん。これが本当に最後だからな。ミステリーさんの総合、そうしたんだって。やった、今のところ1位なんだ。このまま終わったら俺1位なんだじゃあ。わかんないけど。18億3000、まあステータスとかの決算もあるしな、うん。ミステリーさん1位、ヒゲさんが3位、マサトが2位。接戦、接戦、かなり俺とマサトが今のところすごく近いんだね。うんうん、でもヒゲもすごく下でもないっていう。うん、あ、不細工だな。アイテム。アイテム。アイテムどうする？まあいなくても良さそうだけど、うん、じゃあはい、そのアイテム買い取りましょう。回収の時は2000万。ああ値段つり上げる。それ、あこれで説明のとこで何かあったのかな。聞いとけばよかったな。一回つり上げてみようかな。
釣り上げます。はい、ではロスまで。おおおる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 。これ何回でもできるってこと？何回でも断れる可能性があるから。そうだね、確率は。あ、これ高かったんだな、アディア。これはいいよ、そのままで。うるうる。あー、これで釣り上げるの怖えな。うるわ、もう。あ、もうねえの？これ先行不利だよね。確かに。あ、申請も俺も持ってたな。おー、うわ、いいな。倍になんだ。うわ、すげえ。何回もできるの？うわ、うわ、俺も持ってやればよかった。あ、一つしかねえ。いや、でも一個で3億なんだ。いや、なんかヒゲがもうなんかいい感じにいったから、なんか、だから1回ぐらいできるってことなんだよ、結局は。おほら、1回はできんだよ、大体、うん、よし、売ろ。水の中の台をたっけ。おっしゃ。おっ、ざまえろ。あるんだな、そういうこと。よっしゃ。やっぱ元が高いやつは失敗率が高いんだけど、うん、では次は最後まで。どれです？あ、これ結果だね、さっきの3億。ああ、ヒゲがちょっと一人大勝ちしたかなって感じかな、今のはね、うん、最後バトルです。最後にじゃあ説明聞くか、これ、文字通り人生最後の大バトルで全員参加しなければいけません、うん、ここで通計さんと部中さんを例にして説明します。こんな風に回転しているスロットを通計さんがボタンで止めるんです。で、止まったら次は部中さんに操作が移ります。部中さんは四角×丸のいずれを押してください。例えばここで部中さんが×だとします。そしたらスロットを止めた通計さんに操作が戻ります。通計さんを部中さんが決定した横列を推理して通計さんの四角×も、ああ、だから、ああ、なるほどね、対戦形式みたいな、ちょっと、うん、通計さんが×を指します。その2人の押したボタンの直線上で交わるものが通計さんの運命となるわけです。はあ、運命について。札束を引いたらお金、ハートを引いたらパラメーター、モンキーを引いたらお金取られる、はあ、爆弾を引いたらパラメーター取られる、悟られないようにしよう。悟られないように高等テクニックも隠されています。探してみよう。ん、わかんない。じゃあこれでいくか、最後のバトル。ミスさんの運命を決定します。ミスさん、スロット止めください。まずここでいいのを出さなきゃいけない。そうだよね、これの運もあるよね。どうすこい。お、パラメーター、モンキーあるな。でもパラメーター、ヒゲさんの数、あ、四角バツ丸、何を押すかだな。いや、四角か丸だろ、どうせ。だな。はい、コントローラー3つ、ね、あ、そっか。どうすこい。しまった、モンキーだ。あー、金が。お金。家さんの運命を決定します。家さん、そろっと止めてください。そっか、そっか。ちょっと、わ、結構いいか。あ、でも、あ、まあ俺は優しいからね。なんか複雑だな。でも結構良くない、ヒゲのって。うん、あれ押してんだけどな。あ、ちゃんと押してなかった。そのコントローラー渡してください。スロットを止めてください。ああ、よし。くそ、読んでたか。ああ、そっか。にょっ。あ、うん。これ、大体よくない？そうだね。うん。大体いいんじゃないの、これ。だから俺、何選んでも多分ただの運になるってことだよな、マサトが何引くかっていうのは。ん、おれおれ、よし、さて、あ、俺的には金が欲しいんだよな。あっ、やった。ああ、なんか、うん、なんか、うん、なんかよく分かんなかった。そうな、ルールが分かんないまま。うわ、減ったな。猿結構取るな。はい、パラメーター大きいな。パラメーターが結構やばい、でかいかもしんない。うん、増えたな。うわ、あれ、これなんだかんだで23億ここまであったら、うん、これはさすがに。お間違いの結果発表の時間がやってまいりました。それでは各発表の前に皆さんの株と物件の買い取り、家族ボーナス発表します。家族ボーナス、まず初めに株の買い取りを行います。資産は KKD 株が466万10株の辺4460万で買い取ります。ヒゲさん、飼育が104万10万で1040万で買い取ります。マサさん、株も買わなかったな。はい、続いて物件の買い取りを行います。ミツさん、自宅を持っているので価格の2倍の、お、そうなんだ、1万で買い取ります。残りの物件1億7000万で買い取ります。ヒゲさんは物件4億すごいな。マサさん、1億1000万で少、ね、家族ボーナス、配偶者がいれば5000万、子供1人5000万、大きいんだな。ミツさんは配偶者パトロンさん。まあ、養ってもらったの結構最初の方だけだけどね、なんだかんだで、うん、この人1億円のボーナス、家さん、配偶者、リンさん、子供やって5000万のボーナスです。
マサさんは配偶者ジェニーさん、子供一人で1億円のボーナスです、うん、各所の発表です。頭がいいでしょう。あ、ここで能力が出てくるんだ。視力1万のおかげで送られる賞です。視力かける100万。 俺何も勝ってないかもしれない。そんなことないんじゃないか。あ、俺視力なんだかんだ最後にトップだった。視力が高かった印象。結構すげえ、もらう135あった。力持ちでしょう。これは取ったんじゃねえかな。そうだな、脳筋だからな。おお、僕野球選手なんですよ、ね、おしゃれでしょう。あ、これ誰が高かったっけ。あ、ヒゲだ、これもヒゲだ。あ、センス。現実では俺ですけどね。じゃん、すごい、やばい、これヒゲあるぞ。あれ、次もヒゲじゃねえか。次なんだっけな。いい人でしょ。あ、モラルか。現実だって圧倒的に俺だけど、どうなんだろう。モラルは覚えてねえ。いや、でもヒゲ結構ね、あれで、だっけ、あの何、あの、仕返し断ったりしてるから。ああ。うわぁヒゲ。やばい、これは。行くぞ。コレクターでしょ。なんだ、アイテムとかじゃない。ああ、もこれもしかしたら、これもヒゲあるぞ。これ持ってねえな。これも持ってないわ。お、俺お、なんで俺、あ、俺それ持ってた。売ったやつ。あ、売ったやつか。俺そう、3つ持ってた。でもそんなにもらえないな。器用でしょ。なんだこれ。これ技能か。これヒゲ2枚舌持ってんじゃん。うわぁ、やばい、出た。うわ、ヒゲ。え、何、コレクターと全然差が。恋愛上手。これ俺だろ、ジェニーをいち早く射止めた俺。愛情度の合計で全員1位になってんじゃなかったっけ、あの破局で。ああ、そっか、思い出した。どうなったの。あ、それマサさんだ。ジェニーに対する愛情は人一倍だったからな。お前ジェニーのことやっぱ財布としか持ってない。いやいや、どうなの。え、なんだこの半端な額。大地主でしょ。こんなん決まってんじゃん。もういいよこれ、これはもう貯めなくて。えい、知ってるよ。1億円やばい、これ、やべ、これヒゲ。はい、じゃあ総合順位の発表を行いたいと思います。おいし、それでは第2位は、え、2位から、 2位って、え、どういうこと。じゃあ3位と1位一緒に発表するってことか。ああ、なるほどね。マサトさん、ここで出ちゃった。ちょっと待ってくれ。2位がマサトってことは、ちょっと待ってくれ。すごく今発表された人がいるよね、たくさん。これはこう、その人がちょっと1位なんじゃないかな。俺の楽しみよ、俺の楽しみよ。1位に輝いたいのはヒゲさん、知ってるわ。27か。なるほどね。いろいろ持っててよかったんだな。優勝メドルアップだな。今回最後にミツさんにこんなボーナスが、ひどすぎるだろ。メガトンボムか最後。トンで俺いくらだったの、資産。その発表もしてくんねえ。確かに。というわけで優勝した人もできなかった人もお疲れ様でした。うしし、俺のプレゼント受け取ったやつはいたのかな。さて、みんな今回どのような人生を歩んできたのでしょうか。君の性格がそのまま出た人生だったんじゃないかな。それでは皆さんの人生を振り返ってみよう。おまずミツさんから。そんなことなんだ。はい、小1で早くも児童会長に当選。その後もうなんと6年連続会長を務め。そうなんだ、そうなんだ、知らなかったな。しかし不細工だな子供が。そして社会人になり、気がつけば野球選手という、ね、完全なフリーターになったけどね。人生の階段を登っていました。思い込んだら試練の道を行くという根性で、見事殿堂入りという最上階に登り詰めました、ね、そうだね、これは本当僕の人生の数少ない誇りですよ、そして一大決心をしてプロポーズで見事パートナーのハートをゲットしました、キャッチしました。一人生まれた子供に全ての愛を注ぎ、素直な愛が、そういえばあの子はどうなったんだろう。全然出てこないよね。そんな生涯を送ったミチさんは、何に対しても心配することなく大勢の人たちに囲まれた本当に幸せな人生でした。いいな、いいね、なんか結果的には。最下位だけど、はい、ヒゲさん、はい、芸能人でもないのになぜかサインを求められるというモテモテの学生時代でしたね。はた、そうそうだったんだ、この顔で。そして社会人になり、気がつけば政治家という、気がつけばって結構いろいろあって登っていました。そうだよね、悪の国民の政治不信が高まる中、日本の将来を真剣に考えた政治家の一人でしたね。元悪の大王。そして素敵な生涯の伴侶と出会い、幸せな家庭を築くことになりました。なんとなく結婚したら 17% だったから、ね、残念ながら子供はできませんでした
だから若い頃もっと体力をつけておこうか、ね、そういうことなの表現が、うん、そんな生涯を送ったヒゲさんは何に対して大勢の人たちが本当に幸せな人生でした。一緒なんだ ね、 ね、ちょっと俺ら3人稼ぎすぎたんじゃねえの3人とも、うん、最後にマサトさん、小学生の頃モデルにスカウトされこの頃なかった日はないというぐらいセンスがいい。確かにな、すげえな、子供の頃が一番良かった、なかった日はない、うん、そして社会人になり気がつけば弁護士という人生の階段を上っていました。だいぶ走る、この頃からモテなくなった社会の正義と信念を貫き通し、見事敏腕弁護士という最上階まで上り詰めましたね。そして一大決心、ほんと決心したよ、たまたまだ、たまたま出会っただけだ。いやージェニー、目の中に入れても痛くないほど可愛い子供が一人幸せな家庭生活、ほんとそうだったな。どんな子だっけ、お前の子供の記憶がないのそんな生涯を送ったマサトさんは人に施す毎日で誰からも慕われる、うんうん、いや慕われてねえ、ほんとにドブドブ人生ドブ芸人というのが今回のみんなの人生でした。満足のいく一生を送ることができた人、納得できないまま一生送ってしまった君、みんなそろそろ旅立ちの時がやってきましたよ。ああ。親みんながもう死んだな、次に生まれ変わった時の姿が見えます、巨額の財産を、3位で巨額の財産で、やっぱ稼ぎすぎだねみんな基本的に稼いだんだね素晴らしい人、素晴らしい人、本当に素晴らしい人格だったなミスさんはな、うんそうだそうだ、司会師とかやってたけどね、あとは巨額の富と名声を得る発明家、あれそれってマサトじゃねえのあれ発明家、俺の次の人生マサトに生まれ変わるんだ、巨額の財産を残し素晴らしい自分、同じだ、ヒゲさん、あなたは国民的英雄となる大投手の父親に生まれ、いやいいじゃん大投手の父親なんだね、次俺かなじゃん巨額の財産を残し素晴らしい、一緒だよもん、マサトさん次はゴキブリになるでしょ、ふざけんな俺だけゴキちゃんかよあなたは太陽に向かって微笑む、ああ今じゃん、ど太陽に向かって微笑むひまわり、いやいやいや昨日もそれ言われたわそれ言うやつもなんかおかしいださて皆さん人生ゲームで遊んでくれてどうもありがとう、いやいやこちらこそね、うん、開発していただいてありがとうっていう、ね、本当そうだ、ね、ありがとうございます、いやー本当楽しかったね、今回のプレイでこれからやってくる人生に想像してドキドキした、まだ子供の人、今まで過ごしてきた人生を振り返っちゃってしてドキドキした、もう大人の人、そう人生ゲームにはプレイヤーの数だけドキドキが詰まっているんです、いつも心がときめきた、いつでも人生が輝いている、なんか急にいいこと言い出して戸惑うさっきまで 2K とか言ってたのいつまでもそのドキドキする心を忘れるなよ、それじゃあ次回の人生ゲームでまた会いましょう、うん、分かんない、一応セーブしとく、そうだなんか分かんないけどせっかくやったし、はい、あイベント 10% しか出ない、10%か、あと 90% 分あんのイベント、このゲームイベントすごいな、うん、何これ、何すかこれ、エンディングか、ちょっとこれ説明がないからいまいち分かんないですけど、はい、なんかこう、うん、わしらはいない、なんかこう反応に困る、あ、うん、うん、はい、じゃあということで人生ゲームおしまいです、はい、いやー長かったな、なんだかんだで長いね、そうだね、50ターンでよかったかもしれない、なんだかんだで、うん、70はちょっと多かった、うん、あの余生とかあったから、うん、ちょっとね、だから最下位の俺ですら稼ぎすぎるという全員裕福になってしまうという、なんかね、うん、ちょっとね長かった70、そうだね70ね、うん、いやでもね、なんだかんだ楽しかったね、うん、やっぱそれは間違いない、ね、いやだ人生ゲームこれ、ね、何年前のゲームなの、もうすごい前、1997年よ、あだいぶ前だね、こんな前でも今でも楽勝で遊べるっていうね、うん、いやすごいなこのゲームは本当にね、なんか、まだね、職業とかもこんなあるし、まだアイドルとかモデルとか、うん、警察官、フラワーショップ、トラックの運転手なのね、そうだみんな最後職ね結構無難っていうかなんつうか、ね、最終的にね手堅くいったもんな、なんかもっとねいろんな職業にねついてもよかったかもしれない、ああ転職して、ね、転々とね、うん、うん、なるほどね、やっぱ給料は一番総理大臣が高いのかな、政治家の、
ああ一番上か、意志も高いね、うん、いやまあそんな感じでやってきましたけどどうでしたか、うん、いや俺はほんとねジェニーと出会えてよかったよ。嬉しい。後半ジェニーの印象ほとんどねえよ。ジェニーのこと忘れた。いや忘れないだろ。いや忘れた忘れた。もうあいつ何してたの結局。あいつ何が収入源だったのっていう。正義の味方ってどっから金が出てたの分かんない。なんか苦しんでるおばあちゃんたちを助けて金もらうみたいな、ね、それであとどうですかしれっと優勝したヒゲさん。そうだそう。なんかこの瞬間でもう忘れそうになったもん。ヒゲが優勝したこと。そうだね僕も忘れた。なんかねヒゲが優勝したっていう印象が薄い。やっぱあの美術館大きかったね。あ美術館とはパラメーターかなやっぱ、うん、そうだね。なんとかでしょうってあったんだね。なんかこうそういうのは。なんかこれ終わってる終わってるっぽいね、うん、気づかなかった。はいということでね人生ゲーム終わりというわけでね。はい。いや楽しかったね、うん、うん。あとなんか機会があったらやるかもしんないしやんないかもしんないし、うんうん、やらないに一票。別にいいだろまたやまあねマップとかも変わるかもしれない。まあ、ね、あそうだね、まあ、しばらくは同じゲームをやることはないとは思うけどマンネリ化しちゃうね、うん、まあ、ね次はねとんでもない苦行のホラーゲームとかやりますけど。え、はい、じゃあそんなわけでね、はい、じゃあさよなら。さよなら。お、そんなことより鼻の下に毛虫が。バカモンこれはヒゲだ。ちょっと最後ホロホロホロの面白いところ面白いところ。はいというわけでダメだこりゃ。はいじゃあさよなら。さよなら。